どうもこんにちは、デジタルライトの根岸です。本日はですね、ビデオデッキの比較をしてみたいと思います。比較するビデオデッキなんですけども、本当に見た目もそっくりで、兄弟機と呼ばれているものですね。どういった点が違うのかという部分をですね、2つ用意して実際に見ていきたいと思います。はい、では今回こちらの2機種ですね、上がですね EVNS9000 で、下が EVNS7000 ですね。で、見た目で言うとですね、配置とかは全て一緒なんですけども、ここの書いてある文字が違いますね。ここで言うと、デジタルステレオってなってるものが、こっちだとハイファイステレオですね。あとはここですね、カウンターの部分の横にワイドとこう項目が9000はあるのに対して下はないですね。で、背面ですね、背面に関しては特に違いはないですね。ではパネルを比較してみたいと思います。まずは7000からですね。基本的な配置は一緒です。あとで9000も見せるので、初めに言ってしまうと、ここの部分、そしてここの部分にですね、つまみだったり、このボタンだったりが、追加されるようになりますね。あとの部分は一緒ですね。このメニューをいじるところだったり、この DNR だったり、チャンネルをいじるところですね。で、テープの操作をするところ。で、このジョグダイヤル、インデックス系ですね。で、7000で言うとですね、ここ。この画質といって、ソフトとシャープを、つまみでいじれるようになってるんですけど、これが9000にはないんですね。9000だとこの機能はメニューの中に入ってます。再生しながらここでこうくるくるしてソフトシャープをいじれるってところは7000の強みかなと思います。ちょっと後で実際に、映像は比較してみたいと思います。はい。で、こちらが9000ですね。先ほどと違ってこう詰まってる感じがしますよね。ここのつまみが、3つになってますね。で、あとここにボタンが追加されてます。ここら辺のはこうジョグダイヤルで編集したりするときに使うところなので、今は使うことはないと思うんですけども、ここですね、音声を調節できるところなんですね。7000の場合ですとこの標準のハイファイだけのこう出力なんですけども、9000の場合だとこの PCM そして両方ミックスといったことがこう切り替えられて、それを録音のレベルだったり出力のレベルをいじることができますね。あとですね、メニューの中でちょっとまた、増えたりしているところがあるので、映像を映しながら説明したいと思います、7000の方から再生してみたいと思います、比較としてこのソフトとシャープですね、設定した時にどれぐらい違うかっていうのを見たいと思います。はい、実際に今再生してみました。このシーンでちょっとやってみようと思います。並べるとこんだけ差は出ますね。その他の設定はですね、標準にしてますね。やはりこうシャープの部分はですね、くっきりとするので、比較的分かりやすいかなと思います。では次9000で再生してみたいと思います。見てみる部分としては音声の部分ですね、切り替えるとどうなるかっていうところ、そしてメニューの中の、調整の部分ですね。はい、今9000で再生をしてみました。このビデオデッキの機能としてある DNR そして TBC というものがあります。DNR はデジタルノイズリダクション、TBC はタイムベースコレクターですね。それぞれこういった機能で、これを入れとくと、補正がかかるので映像が綺麗になるよっていうことですね。で、変えてみるとどうなるかっていうのも比較してみました。こんな感じです。どうですかね、ちょっとこれに関しては違いが分かりづらいかなっていうところもありますけども、はい、一応こういった状態になります。はい、あとですね、音声の部分ですね、これらも切り替えるとこんな感じですね。で、あとは、メニューの中にある、設定ですね。先ほど、7000でつまみでいじってた部分はこのメニューの中に入ってます。プラスで、色合い、色の濃さっていうのが増えてますね。実際にこれもちょっと変えてみるとこんな感じですね。これは分かりやすいですよね。9000はこれも結構一つ強みかなってところですね。はい、今こんな感じでちょっと再生しながらですね、比較をしてみました。実際に比較をしてみました。7000の方でも、機能は一部削られてはいますけども、十分高品質で再生できるビデオデッキということですね。9000の方はその音声の部分だったりこう色味とかもいじれたりするので、もう少しこういろいろいじりたいなっていう方でしたら、9000の方がいいのかなっていうところですね。どちらの機種も、当店でレンタルをしておりますので、ぜひ気になる方はご利用いただければと思います。はい、というわけで今回ですね、8mm ビデオデッキの比較をしてみました。このお話が参考になったと思う方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。
それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。